知らねえ YouTuber が大麻所持でまた捕まった。大麻をモチーフにしたブランド思いついたぞ。いや知らねえ YouTuber ことポール片山が女格闘家とね大麻所持で捕まって、その二人はね大麻をねイメージしたブランドキーフを運営してたらしいけど、けどもだよ。一応ね実はキングレーナがデザインしてます。でなんでかっていうと絵が描けるんで、このイラスト大麻草イメージというよりも森蔵とキッコロのキッコロだろ。キッコロを決めパクしただけだろ。でこのキーフっていうのはこれ見てわかると思うんだけど、このマリファナの、元にした、から考えたデザインだね。そう、わかるよ、一般的にマリファナって聞いたらこの葉っぱをイメージするのに、このイラストを見てねすぐにマリファナだってわかるやつはもう経験者だろ。コカツはキメセクもキメオナもしたことねえからね、こんなの見てもイメージわかねえよ。いかにもな全身タトゥー入れていかにもな見た目してっけどね、薄毛でロン毛なのはねちょっとキムネにもね似てんだよね。ちょっと憎めないとこあるね。そんだけつべこべ言わずに、イエイジラのメインチャンネル、サブチャンネル、そしてゲームチャンネルの登録の方よろしくブス。